うまそうだね。あ、美味しそうだね。美味しそうだね。骨やないかお前。シンプルにいい、うん、一つだけ。一緒に飯も食いたくない。私が子供たちもだったらそう思うよ。口調回ってるやんね。ギャルの気持ちになんないと。あ、すごいね、このタルタルめっちゃ美味しそうだね。美味しそうでしょ。美味しそうだね。食べたいね、これね。あ、いいね、本当にそれめっちゃうまそう。食べていい。もう、私のことも食べちゃって、なんつって。おい、なんで長なんだよ。お前なんだよ、やばい。女の子ってやっぱさ、うん、体型とか気にするじゃん。気にするね。気にするから、やっぱご飯も少なくしなきゃいけない。じゃじゃーん、特盛りでめちゃめちゃ多い。え、めちゃめちゃ多い。ギャルは、女の子でも食わなきゃダメ。陽平ちゃんに、はい、ギャルのあれを教えてあげる。なる。野菜から食べなさい。あ、野菜から食うと。ギャルは野菜から食う。ギャルの飯のルールその1、野菜から食う。はいはいはい。第2、飯は特盛り。飯は特盛り、はい。第3、タルタルソース1杯。うん。4、最後、締めの味噌汁。わかった。あ、カロリーえげつないね。え、うん、絶対食えない、ギャル。こんなカロリーえげつないね、これね。ギャルだ、うわギャルメイクしてるギャルになったからさ、小食になっちゃった。え、めっちゃ残ってるじゃん。え、ご飯とか食ってない。女の子になっちゃったから、うん、お腹いっぱいになっちゃった。どうしよう、気持ち悪い、ね、すっごい気持ち悪い。嘘だよ。お、来た。あー、すごい。うわーす、これそれね、そのメイクでそういうガッツかれたらリアルに恥ずかしい。さあ、どうも、のりです。つけまがちょっと多くあるので、はいはい、余ったので、ちょっとのりさんに、まあ、顔かっこいいしね、のりさんね。いや、俺可愛くなると思いますよ。だからちょっとつけまつけてもらおうかな。もともとまつげ長いんだけどね。はい、じゃあそれちょっとつけまつけてください。はいはいはい、はい、じゃあその、じゃあつけまね、つけ終わったら教えてくださいよ。はい、文化が違いすぎてさ、男と女。そうなんだよね。ちょっと戸惑うよね、こういうの。取ってあげましょうか。あ、来た来た。じゃあまあ、京平さんのフリートークで繋いでくださいよ。ああ、いいよ、うん、なんかお題ちょうだいよ。じゃあ女の子。ああ、女の子ね。やっぱ女の子っていいですよね。それいいです。いいと思いませんか、女の子って。ああ、いいと思うですよね。速攻つけたよ。え、もうめっちゃつけんのうまいな。はい、じゃあこっちに向かってね。じゃあじゃあ、なんか一言言ってこっち向いてください。飲み行く。ゲロ吐きそう、マジで。うわ、でもこれ化粧したら絶対可愛くなるよ、ノリ。てかやっぱつけま一つで本当出てくるよ。ちょっと待ってやりたいことわかった、やりたいことわかった、やりたいことわかった、やりたいことわかった。どんだけー。IKKO さんだ、IKKO さんだ、IKKO さんだ。うわ、すみません、ちょっと全然つまらないもんなんですけど、こちら。誰がわかんない。それで最後一言、男性方々に向かって。そういうのか。本日、あー、たつき化粧ギャルメイクで俺はどう変わるのかな。任せて。言葉出して。全然やったことねえけど。まずね、結局はね、ファンデーションっていうものをやるんでしょ。さあ、たつきさんのメイクどうなるか。じゃあ俺好みの女に変えるわ、今から。よし。さあさあさあ。こんなん使ってんの、女子。だから女の子は、ほんと俺尊敬してるんよ。なんで？いや、こんな難しいさ。うん。まあ俺も、今、化粧してきたけど。うん。むずい。女性の皆さん、俺僕尊敬してますよ。俺してない。なんでやねん。だって女って化けることができんだよ。まあね。でも俺らもう素の状態じゃん。ずるくない？じゃあ俺ら。卑怯じゃん、卑怯。でも俺らなんか別にワックスとか使ってるやつ、うん、俺らって。だって女だって使えるじゃん。まあ確かに。ずる女。俺も誰も信用しね。今、たつきさん、女性の、世界の女性の皆さん敵に回しました。目やりたい、目。ね、うん、じゃあ目やりましょう。ここ一番難しいと思う。ライン描くのが。ギャルでいいんでしょ。ギャルで。ギャルメイクですからね。楽しいな、これ。人の化粧するの楽しい？うん。目あげる。
こっち見んな。いや、まだ、最近のつけまというものがあるから。ちょっと待って、こんなむずいの。眉毛次やるわ。これ眉毛でしょ、どうせ。まあ、それでも一位、もう一個、これでもいい、これ。いや、俺もうね、違う。今日のテーマは俺の好みな女の子だから。なるほど。女ってなんかやださ、眉毛太くしたがらない。あ、わかるわかる。なんなんだ、あれ。わからん。あ、こういう方が。鼻筋をね、よく見せたいやん。これを薄くして何も変わんねえ。これいくわ。それですよ。まつげペッペッて。まつげだ。え、どこに塗ったの。ん、いや違うの、違うの。あ、違うのね。臭いな。え、なんか臭いな。動かすのよ。あ、ぼかすのね。そう、そうすると外国人の鼻みたいになるから。おお、なるほどね。そうでしょ。全然イメージと違うな。あれ、しっかりせな。オッケーオッケーオッケー。ちょっとさ、こっち見ないで。それね、全員に言われる。わかる。あのね、あとね、みんなね、つけまってこれ1枚全部使えばいいと思ってるでしょ。違うのよ、今時の人。今時違うの。これね、半分にするのよね。目の両脇だけにつけるのよ。おお、なるほどね。そう、だからこんなの1枚はちょっと多いので、チョキンってやって。むずっ。お、来た。こっちダサいわ。オッケー。目開いてないよ、こっち。さあ、皆さん、これ、たつきさん今化粧してますけど、うん、果たしてちゃんとできてるのか。いや、だんだんね、俺好みに近づいてきたよ。ほんま。うん。じゃあみんな、たつきファンのみんな、俺がたつきもらうわ。すまんな。いや、じゃあ俺に好かれなかったら、じゃあこういうメイクにしてください。全員。そうだよ、全員しなきゃダメだよ。イベント全員この俺のメイクで来るんだよ。誰とも喋れねえよ、俺。いいあと口紅かな。あ、口紅つけます。うん。ちょっとこれ早く見。オッケー、できた。よし、完成。君さ、そんな感じで編集しないでくんない。なんで。そんな感じでサングラスかけてるからいいでしょ。なんか口調もちょっとおねえになった。なんでそういうこと言うの。すごいね、この GoPro からの、このちょっと下からの目線。何。あ、うちの彼氏です。あ、彼氏さんですか。うちの彼氏です。おお、イケメンですね。彼氏さんですか。今日はデートで来たんですか。そう、一応デートで来て。おお、はい、あ、じゃあこの後どっか行かれるんですか。そしたらデニーズの後、この後、まあそうですね、まあ実家に帰ろうかなと思ってます。おー、実家で。実家行きたいって言ってたんで。うわー、もう家行って何しちゃうんすか、はい、本当に。なんかもうさっきから早く帰って寝たいって言ってくれて。いやー、ちょっと本当に。ちょっとね、こんなわがままボディーよね、本当にね。デブが好きらしくて。あ、そうなんだ。はい。筋肉があるやつが、名前東郷智則と申すの。あ、そうなんだ。で、まあ、多分1ヶ月後、僕も、私も東郷大子になるんで。あ、東郷大子、はい、大子さんっていうんですね。はい、彼のこれ、普通の顔なんですよ。大丈夫ですか。これか、普通、これ今、これ通常の顔なんですよ。何かを失ってる顔してますけど。いや、大丈夫です、全然気にしなくて大丈夫です。あー、大丈夫です、はい、作業中だったと思うんですけど。気持ち悪い。あ、今なら、毎日やるんで。いや、今気持ち悪いっていい言葉なんで。気持ち悪いって言ったよ。可愛いねって意味なんで。完全に気持ち悪いって言ったよ。いや、可愛いって言いました。隣にいる方は。あ、知らないです。あ、知らない方。はい、知らない方です。なんかさっきなんかちょろっと顔、なんか目あって横座ってきたんですよ。あー、そうなんですね。はい、この方、昨日後ろからつけてきたんですよ。えぇ、この方。うわ、お前待った。そういう可愛い世界帰ってきたらなんかすげえ。昨日つけられてたんですよ。ストーカー。ストーカーです。うわ、見ました、ちゃんと。うわ、被害届出しました、ちゃんと。うわ、なんでストーカーがこんな夢の前に出てきた。わかんない。どうですか、リコさん、僕のこの究極メイクは。ただただ気持ち悪い。それもう何回も言われてない、もういろんなやつから。それ以外でしょ。それ以外。まあね、なんかね、使われるような感想欲しいね。あ、今の前回。でもただただ気持ち悪い。おお、すごい。そうだぞ。そうだ。ガヤすげえ。オーダー。そうだ。見慣れないね、この顔。どういうとこがすごい、どういうとこがすごい、どういうとこがすごい。ここの上の部分。付き合えない、付き合えない。付き合えない。うるすくな。なんだっけ。なんだそれ。